やる前が86。ああ、聞いた。やった後が79。マイナス7センチ。最強。あぐら足お腹痩せ腹筋。インスタ、YouTube で質問したら、気になる部位圧倒的にお腹でした。手も足も、実は、凹ませることできませんよね。ただお腹って凹ませられます。要するに、お腹周りは、鍛えれば鍛えるほど、引き締まるんです。今回は、初級者の方でも簡単にできるあぐら足腹筋。腹筋の、上部、中部、下腹部。ウエストを細くする腹斜筋。お腹をぺったんこにする腹横筋。5部位に分けてやっていきます。1セット5回。誰でもできる。みんなでもできる。一緒に頑張っていきましょう。腹筋が苦手な人ほど息止めちゃいます。息止めないために一緒に数を数えましょう。まずは足を組みます。膝を持って息を吐きながら体を起こします。5回。あと、1、2、3、4、反対足です。1 2 3 4 5、 OK。 今度は足を持ち上げて上にタッチ。今度は右足を組んで左手で遠くにタッチ。5回。逆ながら5秒キープ。いきましょう。1 2 3 4 5。反対足。いきましょう。1 2 3 4 5。反対足、あと2回。1 2 3 4 5。1 2 3 4 5。あともう1回ずつ。1 2 3 4 5。効いてる効いてる。ラスト1 2 3 4 5。うわ、お腹全体に効きましたね。
最後までやったよって方はグッドボタンとコメントで感想を教えてください。毎日続けることでお腹全体を使うことができてますんで、しっかり引き締まっていきます。1ヶ月を目安に毎日続けてください。